池の谷古墳は、三重県津市垂水にある古墳。形状は、前方公園墳。津市指定史跡に指定されている。三重県中部、垂水丘陵と端部の丘陵大尾根城の伊勢平野、伊勢湾を一望する位置に築造された古墳である。これまでに中世紀に城塞として利用されからぼり、土塁が構築されているほか、宅地造成の際に前方部の一部が作兵を受けている。 噴景は前方部が広がらない前方五円形で噴景主軸を海岸線と平行方向として前方部を北方向に向ける。噴景は二段蓄成。噴景長は約90メートルを測り、津市内引いてはあの川流域では最大規模になる。噴景表面では円筒埴庭が検出されているが、吹き石は認められていない。主体部の埋葬施設は明らかでないが、 噴丁部では洞窟港と見られるくぼみが認められる。この池の谷古墳は古墳時代中期の4世紀末マイナス後世紀初頭頃の築造と推定される。伊勢湾西岸では有数の前方公園墳として重要視されるとともに、周辺では相川と天神川の合流地点である藤方に古代の石湖が存在したと想定されており、この石湖を掌握して見下ろす。 臨海性古墳として評価される古墳である。また特に古墳時代前期の中、勢い地方では、浅香山周辺で前方後方墳が映像され強い在地性が示唆される一方、池の谷古墳から宝塚一号墳に続く大型前方後円墳では、山東権への強い従属性が示唆されており、当該時期における山東権による東国支配の進展が指摘される。 古墳域は1980年に土指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。